さ奥山おなじみのこれは目吉大地だ愛も変わらぬご地域を離れの志座を僕の絵に隅から隅まで皆様に重ねてお願い立てまつるもげたいもにぎやかに手品からくり大吉日三味線曲弾き駒回し花も恥じろえあの姿よ安ない年やもの七夜道成寺、まあ、いずれがあやめか柿つばたさあさお早く五門と十門美人ぞろいの枝大一座無理願いを観音様へかけた二人の縁結び添って嬉しい恋女房小山、うちはどうでしょう調べてくれ。はい。さあさあ、帰って帰って帰った。おい、小僧。ちょっと店な。商売でも何すんだよ。来るんだ。でやりやったのあの男に違えねえ見たか、うん、帰ろう飯にしろ。うん。ねえ、善兵衛さん。この頃、あっちでもこっちでも掛け部自身がよく頭を割られるけど、あれ一体どんな奴が何の目的でやるんだろうね。そんなことは、おらの知ったこっちゃねえや。そう、ババに機嫌が悪い。あ、源さん。ねえ、一緒に飯食っていかないか。うん、俺帰るよ。毎晩ごちそうになっちゃう。すまないまな。ちっ、柄にもねえ遠慮しやがら。どうせ帰ったって何もねえ山目暮らしじゃねえか。何を食いたくないならとっとと帰れよ。今にサンマ焼くいい匂い嗅がしてやったら。そっちがサンマならこっちは目の下一尺もあろうってタイ焼いてやら。目の下一尺そんな大きなタイ焼きがあるもんか。こんな大きなタイ焼きは、タイ焼き。口の悪い小僧だ。帰れいいんだろ。帰るよ。帰れ帰れ。待て待て待て。おわっ。邪魔しやがれ。ああ。せっかくのたい焼きは潰れちめん。ガキのくせに何でも知ってやん。おう、今帰ったぜ。おかえりなさい。
手な具合に早くならねえかな、まったくな。源さん、食えよ。何よ。あんこの入ってねうどんこのたい焼きよりサマの方がうまいよ。嫌なことだ。あんこの入ってねまで知ってやん。そんなに頼むんだったら食ってやっから置いてけよ。おいら別に頼んでやしないよ。嫌なら持って帰れよ。なこと言うなよ、毎度ごちそうさまでございます。いただきますよ。おい、誰かお客様らしいな。誰だろう。おや、どうもすみません。なに、お花だ。縁起がいいや。おやも、こんな汚ねえ穴だらけのうちようこそ。あがっとてんべ、親分がよそうで。お互いに子供の時から一五日で苦労した仲じゃねえ。でも左平次さんは子分の200人もある大したお顔に女なすった。こっちは浅草寺の鐘楼盛り女ばかりで中分にかかって金のつけねえ金つきで。なにてんべ、だからといって子供の時から苦労し合った間はまた格別のもんだ。今日は昔の思い出話をやりながら一杯飲もうと思ってやってきたんだ。そりゃまあ酒も魚も持参だぞ。今日持ってきよう。とりように甘いて押しらげんなります。どうせやね。この男は何だ。これは隣に住んでいるクズ屋の元禄でさ。なんだクズ屋が。クズ屋がって簡単に片付けないでくださいよ。これでも本町の薬問屋マルソーの若旦那だ。一ついいのと聞かせましょうか。お、一丁いいとこ聞かせてやるな。今日は乗せよったって乗らねえよ。そんなこと言うねえよ。どうしたんだよ。乗せちゃ嫌だよ。んだよ、乗らねえのか。ぜひ知らねえ。俺行っちゃやっちゃおう。やめてくれ、酒はまずくなら。あ、そう。行け、行こう。どうしそうだ。じゃあこれももらってよ。おお、せえだぞ。厚かましいガキ上がり言わなかったもんだな、本当に。ところで伝兵衛、おめえに一つ頼みがあるんだな。
何でしょう、親分。他でもねえが、あそこにある獅子の頭を俺に譲ってくれねえか。あれを譲れねえわけでもあるのか。あの獅子は長末のものなんでしてね、あっしのものじゃねえんで、あいつの親の形見みてえなものなんです。じゃあ長末に聞いてみよう。いや親分、まあ勘弁しておくんなさい。あいつはまだ子供でしてね。どうしても譲れねえって。せっかくのご所望だが、まあ悪く思わないでおくんなさい。だがどうして親分があんなものを。いや、ほら、ああいうものを集めるのは道楽でな。じゃあまた来るとしよう。そうですかい、うん、これはどうもすみませんでした。親分、親分、たびたびすみませんです。どうもすみません。大丈夫ですか。え、すみません。大丈夫ですか、親分。親父を脅かして取っちゃいましょうか。うん、そのうちになんとかなら。ゴー。長松、もう起きたのかい。おじいさんまだ寝てないよ。今朝はとても寒いよ。何よりの証拠、私は長松をこの獅子と一緒に捨てたの。今になって長松恋さんに越後からはるばる出てきたとこう言うんだね。そんなに可愛い子供だったらなぜ捨てたんだね。寒い寒い雪の晩だった。雷門のそば通りかかると赤ん坊の泣き声だ。おや、無慈悲な親もありゃあるもんだと思ったよ。あの時夫には死なれ、私は病気、どうにも先の暮らしの見込みが立たぬ。いっそ情け深い他人様に拾っていただこうと思った。ほら、駆け寄って抱き上げると、長松はかわいい顔して笑いやがったっけ。ほら、あの時から血を分けた孫のように思って長松を育ててきたんだ。その時一緒に捨ててあったこの獅子が長松にとっちゃたった一つのおもちゃだったよ。今までお世話願った分をきっとお返しいたし。長松には肩身の狭い思いをさせまいと何にも知らしちゃねえんだ。おめえのお父ちゃんもおっかちゃんもとっくの昔死んじまったと言ってあるんだ。長松もこのおいらを本当のおじいさんだと思い込んでいるんだ。今になって長松を返してくれなんて、そりゃひでえ。おいらにとっちゃ長松は大事な孫だ。おいらこの先
一体何を楽しみに生きてったらいいんだ。よくわかります。その心持ちはよくわかります。でもどうぞ私の気持ちもお察しください。お願いでございます。お願いだ。長松をお返しくださいました。私きっと幸せにしてやれるつもりです。お糸さん、それじゃあ長松がここのうちにいたんじゃ幸せじゃねえと言いなさるのかい。長松、聞いてたのかい。ええ、すまねえ、おめえが可愛いばっかりに隠してたんだ。おめえのおっかちゃんだぜ。母ちゃんと一緒に行くか。おじいさん、おいらがいなくなったらあの金は誰がつくんだ。なんだと。たくさんの人たちあの金と一緒に暮らしているんだとおじいさんはいつも言ってるじゃないか。江戸の人たちの胸に染み渡る金の音だと言ってるじゃないか。懲罰出て行きなよ。おいらのおっかとっくの昔に死んじまったんだ。おいらを大きくしてくれたのはこのおじいさんだよ。なんだい、おじいさんをいじめに出てきやがって。そんなに可愛い子供なら捨てなきゃいいんだ。私が悪かった。出て行きなよ、出て行きなよ。懲罰。懲罰。あれが長松の心なんだぜ。私は一号の田舎へ帰ります。諦めて帰ります。待ってるから帰るよ。おばさん、おいらが恋しくなったらおいらがつく金をどっかで聞いていてくれよ。おいらおばさんの顔は忘れやしないよ。じゃあ、さよなら。Thank you.
長松、間に合ったかい？うん。長松、おっかちゃんを返していいんだな、いいんだな。おいらにおっかなんかありゃしないよ。おいらはおじいさんの孫だ。おじいさん、泣くのはよしよ。年寄りが泣くのはあんまり色気のあるもんじゃないよ。ぼつぼつクレームつだぜ。うん、今夜またもんでやるよ。ああ、とても楽になったよ。そうかい。じゃあ行ってくるよ。ああ。今日掘り出し物があったから、俺は万能靴買ってきたぜ。どうしたんだよ、伝兵衛さん。そんな難しい顔して。おっかー、おっかー。元禄、こりゃおいらが長い間かかって貯めた金だ。これを持って俺に今日末越後へ送り届けろって。長松は今日まで育てられた恩に義理を立って、おいらの前じゃお袋が恋しいなどとはそぶりにも出さねえ。見事な啖呵切って追っ払ったぜ。ちゃあ、生意気だけど可愛いやつだよ。おいらは嬉しかった。ああやって一度でも義理を立ててくれたことで、今までの苦労は消えちまったような気持ちよ。だがやっぱり母親は恋しいと見えて、長松のやつは金つきながらおっかと呼んでいやがった。おいらはきっぱり心を決めたんだ。気楽な独り者のおめえを見込んで越後へ帰っていったおふくろに長松を返してきてくれと頼むんだ。それでおめえはどうするんだ。長松がいなくなったのね。おいらいいよ。おいらのことは心配しねえでもいい。そんなこと言ったって長松がいなくなったらおめえは寂しがって死んじゃうぜ。いいよ。元を正しゃ長松とおいら赤の他人だ。血を分けた親子にゃかなわねえ。そうかな。じゃあ頼むぜ。俺はおめえの気持ちを考えっと全く何て言っていいか。俺は何にも言わなくてもいいよ。だがな、元禄、長松のやつはおいらの気持ちを知ったら
きっと嫌だというに違いねえ。先方へ着くまで行く先は隠していった方がいいぜ。分かってるよ。帳末は帰ってきた。何をじいさん。そこへ座れ。長松、今日の暮れ六つの金あれは一体何だ。俺はここに座ってても毎日心を込めて聞いてる。大事な金をつき損なやがって。一体おめえ何を考えながら金ついてたんだ。おいら何も考えてやしなかったよ。でも今日はうまくつけなかったんだ。嘘つけ。本当だよ、本当だよ。おじいさん、一生懸命についた金ならあんなに根の乱れるわけはねえ。ごめんなさい。明日からきっと一生懸命につくから。いや勘弁ならねえ。おめえにはまだまだ時の金つくだけの修行ができてねえんだ。俺のそばにいるとやっぱり余っとりやがる。今からすぐにどこへでも修行に出て行け。ちょまず俺は一旦言い出したら後へは引かねえ性分だぞ。おいらおじいさんが行けと言うならどこへでも行くけど、その間誰が金をつくの。おいらがつくんだ。年は取ってもこんな体になってもまだまだおめえたちに負けやしねえ。でんべえさん、あんまりひどいよ。余計なところへ出てきやがって黙ってろ。だけどいくらなんでもあれかわいそうじゃないか。めちゃだよ。源さん、おいらが悪かったんだよ。だから黙っててくれ。でんべえさんもお前の先々のことを思うからああ言ってるんだよ。分かってるよ。おいらおじいさんの気持ちはありがたいと思ってるよ。せんべいさん、聞いたかよ。今、長松と言ったこと、聞いたかよ。でも、おじいさん、今夜一晩だけはおじいさんと一緒に寝てもいいんだろ。ねえ、いいんだろ。せんべいさん、長松が会って頼んでんじゃねえか。いいじゃねえかね。いいじゃねえかよ。正松、観音様がお守りしてくださるようによくお願いしたかい。うん、おっかに会いますようにって。よし、じゃあ行こう。え、あなたはあの伊勢屋の若旦那清之助さん。いや違うよ、俺は元禄ってもんだ。あら、これは失礼いたしました。いいえ。でもお顔といい
お姿といい清之助様にそっくり。よし、あ、いけね。大丈夫かい、怪我はしなかったかい。ありがとうございました。お優しいところも清之助様にそっくり。源さん、嫌に優しいじゃねえか。俺の名前は清之助様だったから。バカ言ってな、おめえはクズ屋の元禄じゃねえか。はっきりしろよ。お優しいところも清之助様そっくり。いけない、やられた。あの女だ。待て、その幕が開いてるって今ゼロフとゼシナと一体どこ行っちゃったんだ。ゆうべから帰らないわよ。え、帰らない。また二人揃ってどっか始めてきちゃったな。しょうがねえな。あ、あそこだ。あ、ここだ。こんばんは。いらっしゃいますだ。二人揃って舞台とちりあってんとに、まあ俺たち今日からもうクビだ。あれ、そんなに。お前さんたちのような芸人が何の前触れもなしに飛び込んできてくれたのは、こりゃ観音様のお助けだと思うのさ。どうだ、このまま一難にいてくれる。そりゃもうお給金次第で。その方は私に任しておいて。さすが座長の梅吉姉さんだ。そう話が決まったら俺たちの芸を片っ端からお目にかけようじゃないか。ねえ源さん。え、
これから気をつけましょうってに、この度だけはどうぞ金しとくなれ、頼ますわ。ああ、もういらねえいらねえ。さっきのあの二人雇うから、お前ら揃って出てってくれ。もう俺たちがこの一座に入ったら、あのおじさんたちはお払い箱になるんじゃ、かわいそうじゃないか。気に入った、いいこと言うじゃねえか小僧。なあに、大丈夫だよ、首なんかしやしねえよ。おじさん、本当？お、本当だ。あんた、今日からこの二人は一座に入ってもらうことにしたわよ。おお、おいいだろう。おう、よろしく頼むぜ。へ、どうぞ、よろしく。はい、はい。何してんだ。ちょっと見てこようかな。何を。もう明けむつだろ。おじいちゃんがまた足が痛んでんじゃないかと思って。心配すんなよ、年は取ったって伝兵衛さんの腕は確かだ。修行が違うな。そりゃそうだけど。越後へ送り届けたんだぜ。越後へ。はてな、ケンさん、おじいさんが来るといけないから見張っててくれよ。うん。ケンさん、おじいさんまた足が痛み出したんで来られないんだよ。逃げようぜ。長松が江戸にいるはずはねえんだ。越後へ帰ります、越後へ帰ります。おお、これこれ、起きてはことを仕損じる。家宝は寝て待て。おやぶ、行ってまいりました。どうだった。へえ、あの佐七の野郎がね、梅吉一座の掛け声の商売が他に比べて方言に高いからちょっぴり負けてくれるってんですよ。それでてめえおとなしく帰ってきたのか。へえ、バカ野郎、高えのは初めから分かっている。あの商売は梅吉の体を目当てにわざ、あれあれ、わざと食い出るんだ。下手一も曲がれるとそういえ。へえ、もう一度行ってこい。へえ。
か木月は二十三夜の秋の月。おお、月が出てねえよ、月が。月を早く出しておい。沼田が原に泣く虫も、青と助けの心かよ、物見の松の下陰に、手綱つないで、前面優しくなぜむろ、この度深いわけあって、お前と別れ江戸に出て、一人で方向せにゃなん、我がも体を大切にと、袖を払って行かんとすればかの青は、悲しき声で一声高くいなまいて、打ち振り目に涙が、また涙、月も哀れを感じてかえ、いつかかくる。ほら、逃げればね、お前も蹴ってやなきゃ。何取るんじゃねえ。お前人の女を取ってなんてことだ。取ったら、蹴んなきゃ。名前くらすがね、惚れたもしゃるけ。この子は人の女を取ってなんちゃる。言えなかったろ。あ、いやいや、ダメ。ほら、逃げなきゃ。ほら、逃げなきゃ。柳の糸も一人しあんのこの胸に、誰に見所との初島だ。おくみちゃんはいいおっかなっていいな。おいしいか。うん。出たよ。
なってやるほどに家泣かずにね、ねするのだよ。さあさあ出したぞよ、嫌な念で観音寺へ閉じしたこりゃええー、だんだんね跳ねんねせ眠るところおかみがさ伊藤さん、はい、どうだい気分は。おかげさまで。さ、薬が温まったよ。ありがとうございます。早く良くならなきゃ、長松は待ってるぜ。第一だ五条聞くならよりなんせ坊ちゃん嬢ちゃんお内にさん婆さんじいさん小僧さんさあさおいでよ五門と十門しあう投げ首へ病気のもとだよああみんなけりゃそんだよ飲み上げだえ語る草だよ工場を聞いてちゃわからないへっ、ゲジゲジめお。これでは全く仕方がない仕方がないでは済まされないいつまで行ってもキリがないさあさあ入ったり五門と十門美人ぞろいの江第一だな
ネギジ、いつも綺麗だな。あら、そうですか。何をおごりましょうね、親分。佐七はいねえのか。ええ、出かけましたよ。また獅子の頭悪いんだね。え驚くことはねえやな。こちとら地獄耳よ。なあ、ネギジ。獅子の頭を割ると何かいいものが出てくるとか聞いたが。おや、そうですかね。口止めされて。最初もどこでそんなことを聞いたのか。今時ご苦労の話だ。ねえ親分。ん？この小屋の処罰代のことですがね。銭で払えなきゃおめえの体で払ってもいいんだ。驚くことはねえやな。ええー、めぎち。魚心あれば水心。あいた。大きな声を立てますよ。なんだと。親分がお帰りですよ。へいへい。めぐち、覚えてろ。あら、何をですか。この浅草は俺の縄張りだってことよ。誰もね。何をぼんやり見てるんだ。目当ての越後氏はもう江戸にはいねえようだ。そうかね。今度は本場の越後で探してな。さあ、おう、メキチ、この次の興行は越後寺にしてくれないかな。そりゃお前さんのためなら。何しろここは左平次親分が諸馬台のことでうるさくてね。悪い野郎だ。勝手にここを自分の年と決めて吹っかけてきやがるんだ。何？隣の小屋と同じ諸馬台だけ払って早いとこを畳んじまった方がいいぜ。そうだね、そうしよう。源六、長松。座長、何か用事で。
はい、はい、お前さんたちはもうこの梅吉一座にはなくてはならない芸人になってしまったんだがね。そうですとも。いつまでもいてくれるだろうね。しかし太夫分かってるよ、お給金次第だって言うんだろ。そうなんですよ。実は明日から旅に出ようと思うんだがね。じゃあまた終わりました。ちゃっかりしてるよ。で旅はどっちの方で。越後の方だよ。越後。越後。お、こいつは金に飽きられねえや。何。いえ、こっちの子ですよ。ちょ待つ、お前も言ってくれるだろうね。おいら返事をする前にそのおじさんに聞きたいことがあるんだ。うん、俺にかい。なんだよ、言ってみねえ。おじさんはどうして越後寿司の頭を割るんだい。おめえ見たのか。うん。どうしてそんなことを聞くんだ。どうしてってこともないけど、おいらも師匠持ってるから気になるんだ。え、おめえ持ってるのか。おい、それはどこにあるんだ。ここには持ってないよ、おじいさんのとこにあるんだ。そのじいさんの家ってのはどこなんだ。また割るから嫌だよ。そんなことやるの押してくれよ。え、おい、いい子だ。どこにあるんだよ、押してくれったら。え、どこにあるんだよ。おう、何も親子あきら。先をくされちゃ何もならない。おい、みんな下腰を。ふたで身の上知らせはせぬが、シャミの寝姫か一人ごと、待てば時節の花だより。どうもいろいろとありがとうございました。この体じゃまだ旅は無理だと思うが、どうしても行きなさるかい。はい、一日も早く新潟へ帰って正月に会いとうございます。おい、カビロ、いな獅子を割りやがったな。ここには先減ってやった。いや、いい。ちょっと待って、やろう。待ってくれ。おい、そうだね。おい、待ってくれ。おい、待ってくれ。おい、
伝兵衛、そいつを逃がさねえように帰ってくれ。すぐに新馬に迎えて夜に引き渡すから。おう、夜立ち。また大穴だ。メラディードしちゃえよ。おい、待って、おい。誰かうちの人知らないかい。知りませんね。本当にどこ行ったんだろうね。こんな忙しい時に手伝ってもくれないで。優しくするほど甘えてねだるし、怒って叱れば泣きつらして膨れる女、女、嫌な女、泣いてみたり笑ったり叱いたり叩いたり、飲んでて夜更かし、見えぼの浮気者、今では後悔、仲良く暮らすよ。ちょ待て、お前はさしさんに余計なこと言ったんで、おじいさんとか大変な騒ぎだぞ。え、話してくれよ。何を抜かしやがるんだ。いや、てめえ何だってあの野郎にあの地図渡しやがったんだ。なんだ、地図？そうだ、あの紫外線の中に隠しちゃった地図だ。そんなことは俺は知ったこっちゃねえや。何？知らねえ？やい、てめえ本当にあれを知らねえのか。知らねえよ。じゃあ、あいつだな。じゃあ、やっぱりあいつだったんだな。ちくしょう。この野郎、動くな。あ、話してくれ。役員なんか来るもんか。お前もあの野郎に一杯食ったんだよ。何をちくしょう。わけのわからないことばかり抜かしやがって。おじいさん、ちょ待つ、おめえまだ江戸にいたのか。うん、あ、佐七さん。お、ちょ待つ、どうしたんだ。猫のとこ知ってんのか。うん、こいつはおめえの片目の師匠を割りやがったんだぞ。佐七さん、どうしてこんなことしたんだ。俺の大事なお父っつぁんの片目の師匠、ひどいじゃないか。何？親父の形見？あ、うん、それでわかった。おい、話がある。俺が獅子頭を割って歩いた訳を話すから、少し手を緩めてくれよ。そんなこと言いやがって君逃げる気だろ。いや、逃げるどころじゃねえ。あの地図が奴らに渡った以上、このまま放っちゃおからねえんだ。いいから話してくれってんだ。俺の話を一応聞いてくれよ。今からちょうど10年前だ。俺がまだ子供の時のことだった。俺の親父は越後境で峠の茶をやっていたんだ。いらっしゃいませ。おう、どこか終わりようでございますな。何でしたら奥で少しお休みなすったら。いや、少し身をもでな。と旅をするには無理な体だと思ったんだが、それに悪い奴に後をつけられて。お、やっぱり来やがった。仕方がねえ、おめえ一足先に逃げてくれ。なんとか追っ払ってすぐ後から行く。この獅子だけは大事に持って行ってくれ。頼むからな。さあさあ、早く帰る。何かお困りようだが、何でしたら裏返りを教えましょう。お願いれば。おい、佐七や、おめえ、このお客様を裏街道まで案内してあげな。うん、どうぞ。お、いたいた。バカに早立ちじゃねえか。え、まだなんか用があるのかい。いや、どうせ暇な体だ。送っていこうと思ってな。それじゃ及ばねえよ。女房のやつを里に届けたら、俺はすぐ引っ返してくるんだ。それにおめえにはもう十分お礼はしてあるで。おかみさんは奥で休んでいるよ。実はな、山折人足のことでちょっと相談があるんだ。そんなことは俺は知らねえ。いや、手は取らさねえ。ちょっと顔貸してくれ。おう。おう、
佐渡の金山の地図はどうした？おめえ横取りすっか？よし、言わなきゃ命をもらうぜ。獅子の頭に隠した。本当だな？うん。よし、それを聞きゃもう用はねえ。おう、それの女はどうした？さあ、しゃべり。しまった、それ。俺は後で親父からすっかり話を聞いたんだが、俺が送っていった女の人というのは、ちょまず、おめえのおっかさんだったんだぜ。そうだったかい。じゃあ、おいらのお父っつぁんを殺したのは、あの左平次だね。うん、俺もこの目で見たわけじゃねえんだが、きっとあの野郎に違えねえ。畜生、どれでこの間あの獅子を譲ってくれなんて言ってきやがった様子がおかしいと思った。ちょまず、俺も今までは金に目がくらんだ一人だったが、こうと話が決まったら今日からおめえの味方だ。今日から俺に任せてくれ。あの左平次のやつを俺が立ち見てやる。頼むぜ。あいつ一人じゃ気がかりだ。俺も行こう。あ、そうだ、ちょまず、おめえはすぐに越後へおっかを追っかけろ。おめえのおっかちゃんは越後へ帰ったんだぞ。え、新潟へ？あ、元禄頼むぜ。ちょまず行こう。うん、あとは最終の始末だが。え、親分、それも一つにお任せなすって。え、頼んだね。え、しまいました。やっと10年ぶりに手に入ったが、これさえあれば大願成就。あとは山へ行ってこの地図を目当てに、ここおれワンワン、おわんこわんがザッザクザクザクとくら。てめえたちにもどっさり分けてやる。ありがとうございます。さあ、前側に究極飲んでくれ。
勘弁してくれ。まだっちゅうにゃ。この野郎。越後に行くからな。いや、急ぐんだ。あとは頼んだぜ。だから少し回ってるんじゃないか。心配するね。ボロボソいな。ありゃさ、平次だ。変なことになってきたぞ。どうしよう。よし、俺に考えが。はっきな。お前はこれなる子供の父春吉を殺した覚えがあろう。とんでもねえ。ちょっと待ってください。おい、はい、すい、てめえたちは伝兵衛のところでやった長松の元禄じゃねえか。根も葉もないこと言いやがって、お役人様に余計なお手数をかけるね。何言ってやんだい。おいらはっきりさしちゃんから話を聞いたぞ。さし越後境の峠の茶屋で。最近がおめえたちに何を言ったか知らねえが、たかが旅芸人の小塚うちだ。そんなものの言うことが当てになるものかい。いや、確かにお前は長松の親殺しだ。神妙にお名は頂戴しろ。どうぞ、お役人。頂戴しちゃいけねえよ。てめえは何を証拠にそんなこと言うんだ。おう、おめえはその目で見たという言うのかい。まあ、いいと申すに。もし知らずはお役所行ってからしろ。ちょっと待ってください。いや、お役人さん、これはね、全くの濡れ切りでござんすよ。足は決して逃げも隠れもいたしません。雷門の左平次と聞いていただきゃ、もうすぐ分かる人間でございます。この通りもその、10点をお預かりしておりますんで、こんなことに、引っかかっていられねえ急ぎの態度でございますから、どうかお通しなさって。
いかけてきたんだよ。私、おっか、おっかはあの人知ってるだろ。ソエージ、あなたあの時私たち夫婦を峠まで追いかけてきて、それからうちの人をどうしたのか、さあ言ってくれ。俺はお前さん見たことがねえな。人知れじゃ困るよ。おじさん、男らしくないぜ。何やんで、俺は身に覚えのねえこった。はい、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 よいしょ、ヘディ。身に覚えがねえなどとどこをおしゃさんなことはやるんだ。俺はな、実はあの時の峠の茶屋の息子だ。それ見ろ、ぐっとも言えねえだろ。俺の親父はな、あの長松の親父が殺されるのを陰からそっと見ていたんだ。殺した奴の右腕にはサイコロの入れ墨がしてあるはずだ。調べろ。お、え、アイディ、あなた邪魔にやられち。お、玄徳、おめえな、これからすぐ江戸へ引っかして、伝兵衛さんにこのことを知らせてくれ。俺たちは一足先へ行って、里屋まで待ってるから。よし、じゃあ、長松とお糸さんのことを頼みますよ。お、長松、行ってくるぜ。うん。玄さん、早くおじいさんを連れてきてくれよ。よーし、引き受けた。待ってるよ。